災ね、火災でユーノスですね、これロードスター。こういう事態も想定して、ふう、強烈、すごい。テレビとかネットで衝撃が半端ないわ、これ。こんなになっちゃうんだぜ、街が。 OK, ready? Here we go!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  さあ、到着しました、田舎バックパッカーハウス。へい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 、よし、ご無事で年を終えましたね。どうもどうも、久しぶり。よかった、元気そうで来たよね、まっちゃんね。まあ、パッと見はそんなに損壊というか被害はひどくはないように見えるのですが、瓦が落ちる可能性があるということで要注意ですね。あ、外壁がね、確かになくなってる。我が家のように慣れ親しんで暮らしています田舎バックパッカーハウス。ここでの生活も残り2日、全力で楽しみたいと思います。土足だって今。おや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 もう土足でいいんだ。ああ、もう何もなくなってるじゃない。潰すかどうか。なるほど。あらら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 。あ、水は出るどころか前より蛇口が超良くなってる。すっかり片付け終わってる感じだね。あら、ゆくさんがよく草刈りをしていた裏庭ですけど、すっかり綺麗になっております。パッと見はね、そんなにダメージが大きいようには見えないんだけど、どうやら取り壊しは決定してるそうです。もうすっかり中のものは撤去済みなんだね。今夜はカーステイを利用して、約2年ぶりですか、3年ぶりですかね、田舎バックパッカーハウスお世話になりたいと思います。え、裸の村、思いっきりイクさんが、ユイとイクさんが映ってる。僕が、カーステイの車を事故した夜、緊急会議をね、ライブ配信で行ったリビングはこちらですけども。じゃあ、改めまして、まずはやってしまいましたね。はい、謝罪から。今回は大変申し訳ございませんでした。はい、モビドンをエースケがぶつけてしまうというビッグハプニングが起きまして、反省してる、いつさん。やっちゃったと思いました。まあ一切関係ないいくさんにも同席いただいて、真ん中で、ね、しかも一番に謝罪していただきたいなと思う。広報として、広報として。まあ全責任は中川一馬の方にございますので、クレームがある場合はこちらへ。能登の責任者。能登の事故は能登の人に次なす。はい、昔のお家は襖を取ると一つの大きな部屋になる作りっていうのは、これはなかなかね、特殊で、柱でこう家が支えられていると、つまり体力壁みたいな概念がないので、その分ね、こうやって一つの家が一部屋になるっていう、お葬式の時とかね、大勢が入れるようになってるっていう、これがまあ昔の日本家屋の作り方ですね。ここでね、イクさんちと二家族で寝させてもらいましたけども、やっぱ土壁はね、すごい崩れ方が半端ないですね。出て斜め左前、うん、こっちってこと？だからこっち方面。あ、そっちに歪んでるんだね。方面にちょっともう行っちゃってる。なるほど。やっぱね、
よく見ると全部柱の周りの土壁が歪んだせいでね、崩れちゃってんだね。ここの柱も曲がってるね。確かに床が、床もここもここもね、間結構空いちゃって、あとはもう浄化槽がすごい隆起しちゃって、これ合併浄化槽なんだけど、うん、ほら黒い部分と白い部分、あ、本当だ、すごい思いっきり上がったんだ。うわあ、すごい。川沿いの、いやでもさ、ここに向かう途中もやっぱ橋の周りって多分流域なのか陥没なのかですごい段差になっちゃってたもんね。やりましたばっかりだけど床もね、へい、生きてるだけ良かったっすよ。いや本当だ ね、何よりよ、本当なんとかなるよね、生きてれば。そう間違いない。ここ本家かなんかだったの。ザリーとしてもすごい、うわー、細工がやば、うわーすごい細かい、全部こう開くやつじゃない、すごい飾りとしてもね、細工がやば、うわーすごい、これゆかりいくさ。まあでもこれ、あの魂抜けはもうちゃんとしてあるから、じゃあ今もぬけのからやってくれてしっかり、うーん、私の動画を見た人でこの仏壇漆塗りいらっしゃいましたら、イクさんの方にご連絡いただきますと格安でお譲りいたします。150メートルぐらいあるんじゃないかな。150メートルはないよね。コンパドラ V よりでかくなっちゃう。最高最高。じゃあまあのんびり宴をやりましょうよ。あのね、結構売れる時期だから、うん、今のうちに。さてまたいろいろと取り忘れておりますが、バーベキューが進んでおります。今回は長岡ポーク、めっちゃうまいやつ。これなんつーの、凡人には食えないやつ。何それ。それぐらい特別なお肉をね、焼きたいと思います。輪島のすごい、え、何これ、太こちらのお肉は長岡市の鴨川本館さんよりご提供いただきます。ご提供いただいたの？そう。ありがとうございます。ありがとうございます。その代わりちゃんと感想を言ってね。いやもうね、すっごいうまかった。まだ食べてない。で、イクさんにも感想を言ってもらいます。めっちゃくちゃうまいっすよね。まだ食べてない。まだ食べてない。いい加減な大人たちに渡してしまいましたね。一番当てにならない、一番当てにならないデビューをする大人二人に渡してしまいました。めっちゃ楽しそう、子供たちがねえ、盛り上がってる、すごい。完全に焼き上がりました。おお、ちょっと火が強い、早く取るよ。いい焼け具合だ。うまい。肉食べる？カメムシ？いや、あ、そうなん、そうなん。アンヌのご飯に入れて、じゃあアンヌここで出さす。アンヌ美味しい。このうちはおかしなことに家の中で自転車を乗れることができます。土足です。畳なのに土足です。アメリカ。鬼ごっこ。アンヌだ、映ってる。キャーのめく。起きました？起きました？起きました？小鳥さん、起きましたね。よし、朝から極上すじこ、極上おかゆで食べたいと思います。アンヌさん、よろしいでしょうか？美味しいやつ。はい、おしゃれよ。おしゃれでした。頑張ります。行ってきまーす。行ってきまーす。本日は奥能登、被害が大きかったと言われているすず。
向かってみたいと思います。なんかあのサイエンスワールドの何時の都市線起きたのかっていうすごい詳しい説明が書いてある。なんかいろんな要素が絡み合ってんだよね。これはやばいね。1階が完全に押しつぶされる形で。能登半島の先っちょが見えるいい景色です。しかしまだまだ復興は進んでいません。この辺道路がやばい。すごい陥没と隆起が繰り返されてます。これはやば。道が、あ、大家族覚えてる？ああ、ここ来た。ファミリーレストラン。大家族。わあ、俺たちがご飯食べさせてもらった大家族。そうだね。何が違うんだろうね。古さ的には同じように見える。あそこの岩も岩壁もみんな崩落。うん、ここ見ときな、こっち。ここはもう危険のお家ですね。完全に1階が倒壊している。電柱も、よいしょ。ここも1階が倒壊しました。ここもそうですね。わあ、ここもだ。完全に押しつぶされてる感じだね。この辺は激しいね。わあ、わあ、すげえな。ひっくり返ってるよ。危険っていう張り紙があるところは住むことができません。よく見といてね、みんな覚えといて。自分家がこうなったらってことを想像してね。この辺はひどかったんだね。うわー、自分家がこんな風になったら想像しただけで怖い。うわー、これが。あ、車が車庫が潰れてる。この辺も全部住めませんね。あ、三つけ島、崩落してかなり形が変わってしまったそうですが、原型をよく覚えてないのでどのぐらい変化したか分かりません。三つけ島、この形です。分かりますね。これがこうなりました。ずいぶん落っこっちゃった。上の方が、両サイドがというか、かなり崩落してしまいましたね。ここは津波も来てるんだよね。ほら、津波が来てる。そう、この辺津波が来てる。うわー、この辺は津波の被害ですね。この辺も津波の影響じゃん。いっぱい来てる、ほら、災害支援のキャンピングカーが。あ、向こうもいっぱい来てる。よかった、ご飯食べさせてもらえるところありました。喜平丼行ってみましょう。葵さんの唐揚げ膳、おいしそう。父ちゃんはうどんとたけのこご飯。いただきます。いただきます。天ぷら激うま。美味しかったね。めっちゃ美味しかった。よかった。
た鈴でご飯食べれて幸せ。パトカーが来てるので、今いろんなナンバーのパトカーが街の中を走ってます。うわこのマンションもやばい。あ、ダメだ、このマンション住んでない。ほらほらほら見て、この辺の家、うわひっくり返ってるよ。うわやばい、レベルが違うねこの辺。ここ綺麗な草、古民家の通りだったのに。うわやべえ、ちょっとレベルが違うねこっちだけ。さてこれが、すごくニュースになった建物ですね。うわぁ RC の建物がこんなにくしゃーってなってるね。さてやってまいりました、輪島ですね。こういう状況です。これもう地震ももちろんなんだけど、やっぱ火災ね、火災で、燃えてしまってるっていうのがこの状況ですね。ユーノスですね、これロードスターがっちり燃えてます。なんでそんなとこに来てんだろう。まあ、あの震災も当然ですけども、やっぱり火災がねこの状況になってしまったと。まあ、震災と火災ってどうしてもねセットになってしまうので、これはこういう事態も想定しておかなきゃいけないということですね。ボランティアの方たちがね、今日の作業は多分もうおしまいじゃないですかね。ふう、強烈、跡形もなく。すごい、えらいこっちゃ。こんにちは、こんにちは。やっぱね、テレビとかネットで、あるいは SNS で見てるものとはこう受ける印象が違うっていうかね、衝撃が半端ないわ。これこんなになっちゃうんだぜ街が。お土産屋さんかなこれ。パパ早く来る。見てこれ、うわ燃えちゃったんだなこれ。ねえこれね、鉄骨なんだけどね、もうひしゃげちゃってるもんね。輪島塗りの漆器屋さんですね、ここ。このエリアは津波は来てない。とにかくね、この辺
その陶器屋さんっていうの輪島塗りのなんで、こういうふうに多分売り物であだったであろう陶器がねたくさん転がってますね。向こう行こうか。そっちでもちょっと危ないかもしんない、道になってない。これね、売り物だったやつだね、間違いなく。車もきっとここで諦めたのかもしれないです。ダメだ、車は無理だ、走れみたいな。今月で4ヶ月目ですね。あの僕の前を歩いてるこの人は被災した人です。ちなみにいずれにしてもこの辺はもうあの燃えちゃったんで崩れ落ちてるっていう感じなのかな。なんせね、特に規制されることもなく普通に歩けるっていうのが意外にびっくりって感じですね。車普通に走ってるしね、この中を。あの建物なんかも多分報道でよく見たやつじゃないかなと思います。3年前来た時はもちろんだけど、すごく活気のあるエリアでしたが、今はね見ての通りです。で本当に間一髪であの辺のお宅とかは燃えずに残ってるんで、こればっかしは運としか言いようがないのかもしれないね。それでもね、鯉のぼりは今日も優雅に泳いでいます。被災した町に、行ってきて、まあ覇気銃ってね全然レベルが違う。もちろん鈴もね、最後車に乗っていきたいと思います。もうね、さっきから心臓がドキドキが収まらないですね。そして僕が来たかったのはね、実はここなんですね。見えますか、煙突。3年前にね来た時にすごく気に入ったね、昭和の雰囲気がたっぷり残るね銭湯があったんですよ、お風呂屋さん。そこにね今回来たかったんですけど、やっぱり、予想をはるかに超える。ここです、ここです。僕たちはねこのお風呂がすごく気に入って、何回もね、何回もね、2回ぐらいしか来ないか。すごく気に入った銭湯だったんだけど残念、やっぱりダメでしたね。年末年始の営業ね、元旦と2日お休みしてたみたいだから、多分誰も怪我されずに済んだんじゃないかなと思うんだけど、ちょっとね僕がすごく気に入ってた銭湯なんでね、結構ショックです。もう一回ちょっと中を覗いてみたいと思います。そう、ここでねうちの息子があの飛び跳ねてね、バンダイからおばさんに怒られてしまったっていう思い出の銭湯です。よ、5月4日のリアルです。ふぅね、あれから4ヶ月経ってるけどもまだこの状況だってことですね。冬は本当にしんどかっただろうね。1月1日だからね。気がついたら花火大会になってました。最後の夜の宴を撮ってない一つも。この子たちは花火でカメムシを殺そうとしています。残酷、残酷、地獄行きです。あー、小鳥まで、小鳥までカメムシを殺そうとしてるの。ひどい、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 ひどい。そしてファイヤー、ヒクママキは全く割ってません。丸太で持ってきました、この人は。びっくりするぐらい割れてません。そのイクさんは薪と言いました。僕は丸太と呼びます。
てってれー、グッモーニー。おはよう。なんて快適な寝床だこれは。ほい、ゆい、今日は練習だよ。イエーイ。ビギナックバックパッカー最後の朝を迎えました。グッモーニング、アンヌさん。おはよう。おはよう。んにゃ、うん、さあこの俺たちの秘密基地、田舎バックパッカーハウス、俺たちはここにいたね。俺たちはここにいた。もう亡くなってしまうかもしれないけども、俺たちは確実にここにいた。なんなら3年来た。またな、ゆい。はい、青芋。はい、せーの。ゆー、いいよ。バイバイ。明日の試合頑張ってな。バイバイ。俺にしないよ。バイバイ。ゆい、楽しんでくんだよ。ハッシャンも行く。青い小鳥、バイバイ。ちゃんとバイバイ。バイバイ。また夏休み。一緒に行こう。バイバイ。バイ。お願いします。バイユイ、またねー。いってらっしゃい。青い鬼の続きは青いが鬼だぞ。だそうですよ、青いさん。そして意外と寂しいボーイ。さあ、バックパッカーハウス、過去3年滞在させてもらいました。3年というのは3回ね。ここで夏休み、そして今回ゴールデンウィーク、思い出をたくさんありがとうございました。バーベキュー、花火、いっぱいやりました。ありがとうございました。ずっとね、永遠にあると思ってましたこのスポットも。でもね、時に自然はとても厳しい。でここも最後です。今までたくさんありがとう。ですけど、実はここは港でした。港というか、あの漁港でした。ところが見てください、どういうことかというと、地面が隆起して持ち上がっちゃったんですね。グワーって多分4メーター、5メーターとかっていうレベルで。なのでここ海だったわけです。ここからあそこね、ここのあの開けてるところから外洋に出るっていうさ、要は漁港だったんだけど、見て、なくなっちゃった水が。すごいことだっていうことが伝わるでしょうか。それだけ地面がこう持ち上げられたってことね。地面っていうか、本来であればここは船が入ってこれるぐらい深さのあるさ、あの漁港だったわけですよ。もう二度と漁港として復活することができないぐらい隆起したってこと。これどんだけすごいことかわかります？想像できないぐらいの力がここにかかって、ぐわーってね、地面が持ち上げられたっていうことです。なのでこの漁港はもう漁港として、復興することができなくなってしまいました。もうここに船が戻ってくることはないのかもしれないです。これだけの高さ、地面が持ち上がるってどんだけのパワーか想像できますか？僕はね、できないです。わからない。この高さだよ。青い、やっほー。
気持ちよさそう。水がめっちゃ綺麗。すごいね、自然の力は。けどね、海は何事もなかったかのように穏やかです。この3日間ね、能登の震災の様子をたくさん見ることができましたけども、本当にね、自然の脅威、すごいパワーを見せつけられたというか、我々人間はどんだけ小さくて無力かっていうことを今一度確信する、実感するというかね、そんな旅となりました。いろんな感情が生まれましたけど、それでも僕らは生きていかなきゃいけないってことだけは痛感しました。僕はよそ者です。だから本当にここからね、立ち上がらなきゃいけない地元の方々に比べたら、行ったって俺は観光ですわ。たまたまね、僕の友人がこの能登に暮らしているので、彼と彼の家族をね、励ますというか応援する思いでやってきたけども、やっぱり暮らしている人たちにとってはね、本当に今試されている時なのかもしれないですね。覚悟のレベルが違うなっていうのを痛感しました。じゃあ僕らは何ができるかって、もう再三言ってますけど、何かはできるなと。それがね、ボランティアで実際に活動される方もいれば、募金をする人もいたりとかね、いずれにしても何かの形で力になることができれば、僕たちはまた歩き出せるのかなって。人間って強え。今回の旅を一言で表すと、人間って強え。そんな風に改めて感じました。そして自然は偉大だ。その自然と共存して共生して、またね、明日から楽しんだもん勝ちの人生を歩んでいくしかないかなと。これからも旅を続けたいと思います。天然パーマライフでした。さあ、海入ります。今年初日本海。いやほー、冷たいね。しかし相変わらずね、海はほんと綺麗。またこの海で遊びたい。イキさんに会いに。いや、まあ、次来る時はね、うん、もっとね、ま、遊べる遊びメインで来るよ今度は。あの、はい、こんないとこ来てくれてるんやろ。また遊び来るからね。おお、濡れてる。びっちょり。へへへ、キャンプ場で、はい、キャンプ場で。それではまた、バーイ。じゃあね、イクさん、またね。よし、そしたら天然パーマの旅も千葉に向かって再開だ、レッツゴー。